アリー・アブドス・サラムア・イコール・タルは、リビアの経済学者。現在、国民中間派党党首、アメリカ合衆国で、経済学、財政学者として活躍。2011年3月23日より、同国財政、石油大臣。暫定副首相、暫定首相代行を歴任。夫人のメアリー・リーは弁護士で、ワシントン州司法長官。 リビア大学で経済学を学んでいたが、カダフィ政権に対して自由と民主化を求める学生運動に参加した。当局による逮捕などを経て、1973年にアメリカ合衆国に亡命を余儀なくされた。さらに、追い打ちをかけるように1978年にリビア市民権を剥奪され、本人不在のまま死刑判決を受ける。1981年には、 リビア政府の危険人物リスト、死のリストに掲載された。亡命後もタルフーニーは、研究を続け、1978年に、ミシガン州立大学から修士号、1983年には、博士号を授与されている。1985年ワシントン大学、フォスター経営大学院上級講師。2011年リビア内戦により、同年3月23日に、 リビア国民評議会の財政、石油大臣に就任、10月より副首相を兼任し、マフムード・ジブリール暫定首相の退任に伴い、暫定首相代行を約1ヶ月の間務めた。10月23日国民中間派等を設立。ありがとうございます。